はい、こんにちは、こんばんは、たかです。例年8月というのは、お休みを取る方が結構多いんですね。まあそういった影響もあって、換算相場にもすごくなりやすい。まあ今週は木曜日、金曜日にジャクソンホールがあったんですけどもね、まあ、このジャクソンホールあたりからこう、相場に、皆さん戻ってくる、そういったイメージを僕は持っているんですけども、ただ今年はよく動いてましたんでね、もしかしたらもうこういったお休みはないかもしれません。まあ、チャートの方で見ていくとかなりこうドルが動いてるんですね。ただ環境の方を見ていくと、例えば来週なんか大きなイベントもありません。再来週あたりにこうイベントなんかが入ってきますから、あと1週間、まあ、ちょっとこう動きは鈍くなりやすいのかなと。これは全ての通貨に言えることかなと思っているんですけどもね、来週の僕のテーマは調整局面というのを強く疑って見ていこうかと思います。これを踏まえて各チャートをまずは見ていこうかと思います。ひとまずまずはドルストの3通貨から、こちらがユーロドル4時間足に少々重ねています。まあ、少々見ていくとこう調整の動きも全く見えてないですね。こういった抵抗を抜けた上昇トレンド、トレンドの真っ最中ですから、来週も高値更新なんかはしっかり見ていきたいチャートになっています。ただ一方でこの波の起点とかこの波のサイズ感で見ていくと、まあいいところまでは行っているのかなという気もしますね。波の起点もだいぶ遠いですから、例えばこの辺りをバックにロングを見ていくにはちょっともう距離もありすぎます。まあ、下でポジション持てていれば、これは余裕を持って見ていられますけども、現状ポジションがない場合、この高値圏を疑うこの環境で、まあ、積極的にロングをしていけるかどうかというのは少し疑問もありますよね。はい、こちらが1時間足、冷え性を重ねています。まあ、相変わらずこうドルが弱いんでね、流れとしては上昇トレンドがしっかり出ているかと思います。ただ今週なんですけども、木曜日一旦抵抗が見えたんですね。金曜日は再び、パウエルさんの発言もあってこうドルに売りが入った、高値を抜けて引けそうになっているわけですけども。ただこれをブレイクと見ていくのかどうかというのは、僕はちょっとこう意見は分かれてくるのかなと思ってはいるんですね。というのも、まあ高値はしっかり抜けてますからブレイクと言われればブレイクなんですけども、調整局面として見ていくにはこの期間があまりにも短い。例えば前回はこの辺りの足場を作っていました。まあ1週間ぐらいは調整の動き見たかったわけですけども、まあ、今回は一旦流れが止まってすぐにまたこう高値を更新してきてるわけですね。あとこの波のサイズ感というところ、例えばフィボナッチ、このあたりから当ててあげると、この押しとしては全然まだ浅いわけですね。まあ、押しが浅いからこそこう強い流れが出てくるという側面もあるわけですけどもね。では仮に、例えばですけども、このあたりが高値になったらどうですかね。もう少しこれを伸ばすと、この上げ下げの動き、いいサイズ感にもなってくるんですよね。上昇トレンドが止められて調整局面と。まあ確かにこれ高値、ブレイクはしているんですけども、まあ来週大きなイベントがあるわけでもないです。それなりにまあ上位足を見ていくともトレンドが出ているという状況もあります。波の起点もだいぶ遠い。サイズ感から見ても、そろそろ止まってもおかしくないような環境もあるわけですね。そういった環境でこの高値から、積極的に買っていくのかどうかは慎重になってもいいのかなというふうに思いますね。ただ、まあ、売っていく材料はないですね。今のところこう調整局面の高値を疑っているだけで、流れ自体は完全に強い流れがあります。高値を更新してくる流れ出てきても全くおかしくはないですからね。なのでこう売りを見ていく、ショートを見ていくような環境ではないと思いますけども、高値掴み、高値警戒感は持ってもいいのかなというふうに思いますね。はい、変わりまして、こちらがポンドドル、4時間足に一緒に重ねています。これ、ユーロドルと全く似たような環境なんですね。例えば、ここに強い上昇トレンドがあります。まあ、ドル弱いですね。ポンドにも買いが入ってきたということで、この2週間ほどは本当にいい流れが出ているんです。ただ、この波のサイズで見ていくと、まあ、そろそろというのがありますよね。波の起点見ていても、もうだいぶ現在地から見ていくと離れてしまっています。ここをバックにロング見ていくには、ちょっともう距離がありすぎるということですね。仮に流れが止まってくると、この辺りは調整の動きを疑っていくことになるわけですけども、冒頭でも言いましたけども、来週は大きなイベントもないんですね。まあ月末絡んでますんで、もしかしたら動きはあるかもしれませんけども、まあ確かにチャートの方で見ていくと高値を更新しているんですけども、一方でそれなりにもトレンドは成熟していると、大きなイベントもないとなってくると、この辺りで調整の動きも備えたくなります。はい、こちらが1時間足、冷え性を重ねています。このあたりで調整の動きに備えたくはなるわけですけども、ただ冷やしチャートを見てると高値をどんどん更新している状況で、まだこう上値の差が見えてないんですね。高値を抜けた上昇トレンド。こうして見ても波の起点から見ていくとも随分離れてしまっています。仮にまあここで見たとしてもだいぶ離れてしまってますよね。もうそれなりにこうトレンドができてるという状況。
ただまあ金曜日も強かったですから、まあ売りが全く入ってない状況ですね。なのでショートを見ていくような環境でもこれは全くないと思います。ただじゃあどんどんロングをしていけと言える環境かというと、さすがにまあ警戒心持ってもいいのかなというふうに思いますね。まあ、警戒というのはこのあたりで調整の動きが出てくるかもなと。そうするとまあ高値掴みには気をつけないといけないわけで。まあ、環境からもね、まあ、チャートは強いですから、ショートを見ていくのはやっぱり相当慎重にということになります。ショートを無理にやっていく人はもうないと思いますけども、ロングをしていくにしても相当慎重に、調整が見えてくるんなら下から買いたいところですからね、このサポートが見えてくるまで、まあ、丁寧に買い場を探っていくという方がいいのかなと。少々押しが入ってくるのをじっくり待つというのが、まあ、来週の僕のメインのシナリオということになってきそうです。まあ、冒頭でも触れましたけどね、僕は今週は調整局面というのを一つテーマに見ていこうかと思います。まあ、強いのはわかるんですけどもね、高値掴みはちょっと注意はしたいなと思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル4時間足に一瞬消化されています。5ドル週足ものすごく強いわけですけども、ただこれまだ高値抜けてないんですね。高値つらわせ、来週も強ければブレイクということになってきますけども、波の起点見ていくとだいぶ遠いんですね。こういった抵抗体、一旦流れが止まったり、調整の動きが出やすい場所にもなります。まあ来週のテーマは調整局面。まあそうなってくると強いのはわかるんですけどね、この位置からロングをしてブレイクに期待をしていく。まあこれも間違いではないと思いますけども、僕はどちらかというとこの辺りで買いが入ったり売りが入ったりの調整の動きに備えたくなります。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。冷やし、このあたりの冷やし調整レンジから上にブレイク。ブレイクしてからはまたこう強い流れが出ている状況です。このあたりが若干難しかったですからね。一旦高値が見えたんですけども、これ金曜日に抜けてきました。これをブレイクと見ていくんであれば上昇トレンド継続。高値更新を来週も見ていくということになりますけども。ただまあ全体的な環境、上位足の環境からも僕はここで調整の動きに備えたいと。そうするとまあこれをブレイクと見ていくんではなくて、このあたりの調整局面を疑ってみていく。ただ事実に目をやると高値は抜けてきてますからね、高値ブレイクに対して無理にショートをしていく必要はないと思うんですね。直近の流れを見てもチャートは強いわけですから、どこで買うかを探りたい。ただこの高値、これはやっぱり高値圏を疑いたいわけですね。もし調整に入ってくるなら下までの押しはありそうですから、この押しを丁寧に拾っていきたいなと。まあそうすると、現在地からやれることはちょっとこう少ないかもしれませんね。まあ無理にショートをしなくてもいいと思います。まあこれはドルスト全般的に言えることだと思いますけどね。まあこのまま行ってしまったらもう仕方がないかなと。押しにしっかり備えて、仮に押してきた場合はこの押し、サポートを探してしっかりこうロングを狙っていきたいなと。来週のテーマは調整局面。まあ、調整局面ですから、こうガンガン入っていくような相場ではないと思うんですね。まあ、しっかり押しを待つ。自分が見ているポイントというのをしっかり引きつけて、トレードはしていきたいと思います。はい、ではこの後は黒線の3通貨を見ていきたいと思いますけども、黒線も相変わらずこうよく動いています。ボラが大きな相場になっていますけども、ただ一方で円相場もだいぶ調整の動きが見えてきたかなというふうに思います。まだボラは出ていますけども、それでもこう大事な高値安値は抜けてきてない。まあ詳しくはドル円の動画の方で見ていただければと思いますけどね、そういう状況もありますから、まあ来週の黒線というのも、まあ、調整の動きを疑って見ていこうかなと思います。まあ来週のテーマは調整局面ですからね、レンジを疑いたい。まずこちらがユーロ円の4時間足、週足を重ねています。週足環境もサポート割れた売りのトレンド、ただこのあたりで一旦流れが止まってきてるんですね。調整局面を現在は疑っています。正直まだこの安値がどこになってくるかはわからないんですね。この下髭が長すぎますので、まあ、なかなかまあこういったところぴったりでは反応はしてこないかなというふうに思ってはいるんですけども、ただ一方でこの戻りの高値ですね、これは先週今週でこの163円あたりに一旦の抵抗が見えたかなと。そうすると今の現在地、この下のサポートがまだどこかが分かりにくいですけどね、ただ高いか安いかと言われたら、まあ高値圏はちょっとこう疑ってしまいますかね。抜けてくればこれ話変わってきますけど、抜けてこなければ、この高値をバックに調整の下落というのをちょっとこう見ていくのは面白いのかなというふうに思います。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。冷やしも下落トレンドが見えていて、ただ現在は流れが止まってますね。上位足でも見たように下のサポートがどこになってくるかというのははっきりまだわからないんですけども、例えば冷やしの割値で見ていくと158円少し割り込んだところ。現在この163円というのはまあ上位足の抵抗体ということで、先週の木金で一手くらいの動きが見えている、ここがまあ強い抵抗体ということになります。まあ、つまりこれで上下の壁が見えてるわけですから、レンジを疑っている。
現在の環境はこのレンジの高値圏でもう少し小さなサイズのレンジを見ている状況ですかね。ですからこう下への流れを見ていこうと思えば、その前にこの小さなレンジのサポートを、この見えているサポートを割り込んでこないといけない。これが161円の真ん中あたりになってきますから、抜けていかないといけない抵抗体が今見えているということになりますね。これを抜けてくればいよいよ下落、波の反転とか戻り売りなんかも見えてくるんですけども、現状はまだそのサポートを割り込んでいませんので、高値圏ではあるんですね。売りも見たいなという環境もあるんですけども、積極的に売りを見ていくような環境では実はまだなかったりもするのかなとも思います。まあ、8月に入ってからこのユーロも強いですからね。まあ、ユーロ円をショートしていくということはユーロを売るということでもありますから、強いユーロを売るかどうかというのはこれも意見が分かれるところだと思います。小さなレンジも見えていますから、来週用意どんで、積極的にやっていくような環境ではもうそもそもないのかなとも思います。まあ、来週のテーマである調整局面、まあ、強く意識ですね。まあ、今見えてるサポートを割り込んでくると、まあ、若干の割れの差は出てきそうですけどね。まあ、このあたりどうなるかですね。はい、変わりましてこちらがポンド円、4時間足に一生重ねています。週足環境下落トレンドに対しての調整局面、もうユーロ円とはもう全く環境としては同じような感じですね。この下のサポートが正直どこになってくるかというのがはっきりまだわからない。下ヒゲが長すぎるんですね。ただ一方でこの上の抵抗はもう今回で見えたかなと、192円前後、まあ、このあたりを一旦の抵抗体と見ていこうかなと思います。すると現在地は調整局面疑っていく場合は、まあレンジの高値圏かなと、シナリオとしては戻り売り見たくはなってきますね。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。まあ、冷やしも基本的にこうユーロ円とそんなに環境変わらないですけどね。下落トレンドに対して、まあ、現在調整局面見てると、この下のサポートを正直どこになるかがはっきりまだわからないです。一方でこの上の抵抗台ですね、これはもう192円あたりをしっかり見ていけばいいのかなと。ということは抜けてくると環境が変わってくるということですね。まあ、仮にこう高値圏からのショートを狙っていくんであれば、この192円あたりを抜けてくると戻り売りを見ていくには随分苦しい状況になってしまうということにもなります。ただ現状はまだ抜けてないですからね。高値圏を意識して、まあ、このあたり高値をバックに売りを見ていくのがいいのかなと。ただ気をつけたいのがこの高値圏で足場を組み出しています。ということはなかなか下がってこないという環境もあるということですね。高値圏なのに下がってこない。ただショートは当然これはやっぱり戻り売り入ってきますからね。こういったたくさんのショートが入っている状況で高値抜けたらどうなるか、買い戻しが出てくるとこの戻りは強く出てきてしまうかもしれません。まあ、そういった環境もありますので、ショートをしていくこと自体が悪いとは思いませんけども、高値ブレイクずるずる引っ張られてしまったらこれはしんどくなってくることもあるかもしれません。抜けたら投げると、このあたりはしっかり割り切りは必要になってくるかなというふうにも思いますね。はい、変わりましてこちらが5ドル円、4時間足に一生重ねています。5ドル円も強い戻りが入っていますけども、やっぱりまあこれも調整局面のレンジは強く疑いたいところですね。まあ、下のサポートこれもわからないですね。ただ上の抵抗体、まあ、現在は99円あたりを見ていけばいいのかなと。ということはこれを抜けてくると環境変わるということです。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。冷やしを見ても下落トレンド、現在は流れが止まって調整局面ですね。僕はレンジを疑っているんですけども、ただレンジの高値で、少しこう足場を組み出しています。弱ければもういつ売り入ってもおかしくないと思うんですけど、なかなか入ってこないんですね。まあ、つまりは下から買いも入っているということですね。上昇トレンドが見えている。まだ高値抜けていないですけども、この高値抜けてくると、まあ、週足環境でもこれは環境変わりそうという話させてもらいましたけどね、冷やし環境でもこのレンジからの上抜けということになりますから、まあ、これも環境変わってしまいそうです。僕は今この位置、レンジの高値圏は意識してますから、まあ、売り見ていくのも全然ありだと思うんですけども、ただなかなか下がってこないんですよね。ショートはどんどん溜まっている状況。この状況で高値抜けてしまったら少しこう走ってしまうこともありそうで、高値バックにショート見ていくのは悪くないと思いますけども、これも抜けてしまったら一度は撤退しっかり考えないといけない環境だとも思います。まあ、現状はまだ調整レンジの高値圏は疑って見ていこうかなと。目線としても高値バックに一回売りは見たいところですかね。ただ、まあ、売りを見ていく場合はこの小さなレンジが見えてますからね、こういったサポートを割り込んでこないと本格的な下落は見えてこないと思いますから、すぐに決着とはならないかもしれませんね。来週のテーマは調整局面、あまりこう前のめりになりすぎないように見ていきたいとは思います。はい、ということで、まあ、最後に円指数とドルの環境というのをね、おさらいして見ていこうかと思いますけども、まずこちらが円指数になりますけども、まあ、明らかに調整の動き見えてるかと思うんですね。高値に目をやるとどんどん切り下がっている状況、安値に目をやるとどんどん切り上がっている状況。
まあ、いつかは抜けてくるんでしょうけども、現状上がれば売りが入って、下がれば買いが入ってくるという流れが出やすい環境なのかなと思います。まあ、それでもこのレンジの幅が広いですから、それなりのボラにはなってくるんですけども、やっぱり今調整局面、強く疑って見ていきたいですね。はい、あとはドルになりますけども、ドルが金曜日、パウエルさんの会見でこう下に抜けてきたんですね。安値を更新という動きになってるんですけども、ただ一方でこの下落トレンドはそれなりのトレンドになってきています。波の起点から見ていくと随分遠いですからね。まあ、ここが起点という考え方もあるかと思いますけども、調整として戻ったの1日だけということで、まあ、足場としては相当小さな足場になっています。例えば前回の足場だとこれぐらいのサイズ感ですからね、もう全然違いますから。まあ、仮に下落の波を継続して見ていくにしても、それなりのサイズ感はやっぱり意識したいところですからね。まあ、あまりにも突っ込んだところでのドル売り、ドルショートは気をつけたいとは思います。今回は以上になります。それでは来週も頑張っていきましょう。